はい、というわけで、正味様ねというわけで、今日一本目はですね、先週サクッと紹介した、監督さんと脚本が、キャメロン・クローで主演がトム・クルーズで、ザ・エージェントですね。はい、なんですけども、まあ、先週ちょこっと喋りましたけど、96年の映画で、つって言って。で、当時見たけど分かんなくて、30過ぎのザ・エージェントだったということなんですけど、まあ、30過ぎというかもう私、アラフォーですね。アラフォーにとっての、まあ、ザ・エージェントかなと思ってますけども。まあ、先週もちょっとお話しした通り、オープニングでちょっと喋った通り、ジェリーという男がいるんですけど、スポーツエージェント。だからマネージャーみたいなことやるんですよね。その、球団とか、スポーツのその、球団と選手の間に入って交渉するという多分役っていうか仕事かなと思ってますけど、でその男がまあエージェント会社にいるんですけど、でそこの会社のちょっとやり方が違うんじゃないか、こんな方法がいいんじゃないかってことを急に夜中なんかパッと目覚めたように急に書き出すんです。それギャーッつって言って、そうだ僕はなんか嘘つきみたいなことばっかやってる、でもそうじゃなくて選手のことを考えてこれから行動していくようにしようってその提案書を会社に書くんですが、その提案書が元になってその会社をクビになり、で自分の会社を立ち上げるんですけど、そこに唯一会社でついてきてくれたのがドロシーという、シングルマザーの女性がこのジェリーのこと好きで、私も行くわって言ってそのついてくる。でもう一つエージェントでこういろんなクライアントがあるわけで、でそれでこう電話かけまくるわけですよ。いや僕は新しい会社作るけど僕の一緒に会社で来てくれってことをこういろんなところにいろんな選手に電話するんだけど、その会社がみんな根回ししちゃってなかなかうまく捕まんないわけで、その中で唯一このジェリーのとこと一緒にやろうっていうふうに、ついてきてくれるのはロットっていうこのキューバグッティングジュニア、これでアカデミー賞の助演男優賞を取ってますけど彼は。でこのロットと、ロットがその唯一その新しいジェリーが作った会社で唯一とクライアントとしてやってくる、だからこの3人で会社まあやっていくみたいな話で、まあ会社っていう会社もやっていくんですが、まあそのジェリーとロットの関係性はやっぱ仕事と友情というところで、ジェリーとドロシーの間ではこのレニー・ゼルビガー演じるドロシーの間ではこのラブストーリーが割と展開されていくんですよね。でだから仕事ものでもあり恋愛ものでもあるという、まあだからまあキャメロン・クローという人はエリザベス・タウンとかそれこそシングルスとかって言われるとこう青春映画を割と撮ってる人かなって印象があるんですけど、だからこの後、トム・クルーズと組んで、僕の大好きなバニラスカイを撮りますけどね、でだなので割とこうモラトリアムというかその行き場を失った人みたいなとこを割とこう丁寧に描く監督さんかなという印象があるんですけど、主人公が35歳ですよね。でまあ人生これからどうしようと思って迷うわけだね。まあ仕事は自分でいざ始めたはいいが、今後のその安定性みたいなところではやっぱ欠けてくるわけなんですよね。その今までの大きな会社違うから。だけどそこでもなんとかやっていくっていうその姿っつうのはさ、やっぱ見てるとやっぱこうググッと勇気づけられますよね。で僕は、まあ、最近まで彼女がいましたから、その女性との関係性みたいなところで言ったってさ、やっぱ分かるでしょ。でこの映画って僕の好きなタイプ、ネタバレになるんですけど、ジェリーとドロシーって途中で結婚するんですよね、物語の中盤で。で俺全然それ覚えてなくて、なんとなくさ、まあ、いろんな映画があるから一概にこうだというふうには言うつもりはないですけれども、なんとなく結婚っていうものってのはその一番最後にやってくるもの、それをこうなんかこうドロシー君が必要だ結婚しよう分かったわジェリーじゃないんですよ。この映画途中で結婚するわけね。でそうするとなかなかこうその結婚したことによってジェリーとドロシーのこの関係性ってこう微妙に少しずつ変わっていくんですよね。ジェリーはやっぱりそのロットというそのアメリカの選手ですけど、この彼についてその彼のいろいろケアをしていかなきゃいけないわけですよね。その例えばマスコミにインタビュー答えるときにそばにいて、そういう質問はちょっと違うとか、こういう答え方したらどうなんだとか、こういろいろロットの成功がジェリーの成功にもつながっていくわけですから、でそれはすごくこう密な関係性を築いていくわけね。でいろんなとこ遠征にジェリーはついていくんだ。そうするとドロシーとジェリーの間ってこうどんどん距離が出てきちゃう。で
途中でうんと思ったのがね、あの結婚式をするんですよ。本当ささやかな結婚式を、友人を呼んで、友人を呼んで結婚式して、みんなでビデオを見てるわけ。そうすると誓いの言葉をって言った時に、そのビデオを見てるとドロシーが少し不安そうな顔するわけですよ。 J のこの結婚に対しての表、ちょっとした本当に表情よ。そういうとこを描く映画なんですよね、これって。だから生意気言うと、当時の、まあ、16歳がみんなバカだとは言わないけど、多分この見た時に多分僕15歳とかぐらいですよね。で、じゃあちょっとその映画、そういうところで多分微妙なニュアンス、僕その当時バカだったから拾えないんですよ。でもこれってやっぱ今になってくるとさ、ほんのちょっとした表情で、この人もしかして私の結婚に不安抱えてるんじゃないのっていうふうに思うっていうのはさ、そういうことってあるじゃないですか。恋人同士って少し目配す、なんか少し目を伏せただけで、あれ乗ってねえかなとかさ、まあ、僕それ全部裏返しで読んじゃって、全部それで失敗しちゃうんですけど、ね、あの僕自身の恋愛はね。で、そこでさ、うまいなと思うのは、このロットというキューバクッティング人演じるね、その男ですよ。で、一番最初、ジェリーが電話かけまくるときに、ロットが、すごいテンションで電話出るんだよ。もうね。もう、ショーミーザマネーって言えって言うわけ。ショーミーザマネーってトム・クルーズ言うんだよ。もっと言うんだ、もっとだ、ショーミーザマネーって言ってね、こう、俺は黒人だって言えって言うわけ。ロット黒人よ。俺は黒人だってこう電話で騒ぐわけよ。で、周りオフィスじゃ何やってんだあいつってことになるんだけど、で、ロットすごいテンション高いだけの男かなと思いきや、ここのドロシーが不安を感じたっていうのをパッと気づくのは、その一緒にビデオを見てるロットだったりするわけですよ。ロット結婚してるから、でお前ジェリーいいか、結婚っていうのはだなってことをこう言うわけね。で、だからね、結構複雑なキャラクターを演じてるわけで、テンション高くて繊細で、こう一番好きだね、俺こういうやつになりたいと思ったよ。でさ、それでロットつな才能は確かにあるけど、すごくこう傲慢な男で、自分の成功さえ描けりゃいいんだ、自分と家族の幸せさえ受けりゃいいんだみたいな男なんだよ。だからジェリーはそれじゃダメなんだと、もっとそのうまいことその監督とかにアピールしなきゃダメだと、自分はチームのために尽くすというその姿勢見せなきゃ、なかなかいい契約なんか取れるわけないだろってこと言うわけね。でもやろうとは、俺はそんなやり方じゃいかないってことまあ言ったりするんだけどさ、でもね、あのだからさっき言ったようにお仕事問題あり恋愛だから、まあ愛と仕事つって言えばさ、で友情もあるわけで、ね、ロットの間ではもうこれある意味人生の縮図とも言えるかなというふうに思いますよね。どっちも描いてるっていう、でどっちも重要であるってことだと思うんですよ。やっぱりまあ突き詰めれば人間関係ってことかなっていうふうに思うんだけど、でやっぱそのこの映画でやっぱすごくいいなっていうふうに思うのが、やっぱうちのクミアンと一緒に見たんですよ、マイマザーとね。そうするとこれね、子供が出てくるわけですよね、ドロシーの。これがうちの組合に評判がいい。本当に。レイと男の子出てきて、メガネかけて出てくるんだけど、すごくこのジェリーのことをすごく救うんですよね。すごくもう最初から、ジェリーって言ってくるわけ。これがもうレイが出てくると組合は、かわいいっていう風に言うんだよ。で、そうすると、ドロシーはママ、あ、お姉さんと一緒に住んでるんだよね。だからレイと一緒に3人で。そうすると、お姉さんっていうのが離婚してて、バツイチの会みたいのをこう、なんかバツイチの女の人たち集めてみんなでこう、話し合うみたいな場を設けてんで、家の中で。で、だから男なんて信用できないみたいなことを言ってるわけよ。で、2人でさ、そのドロシーのお姉さんと2人でなんかキッチンで話してると、寝てるはずのレイが来て、ちょっとジェリーと遊ぼうとするんだよな。で、そうするとドロシーがこっちにやって来ようとすると、レイがママに見つかる大変だからって自分で自分の部屋に戻るわけ。かわいいんだよ、そういうとこ。確かになんかほのぼのすんですよね。僕そのなんか割となんつうの、その自分の人生振り返ってみても、まあわかんない。仕事においてここポイントだってことあったかもしれない。今ちょっと気合い入れなきゃなとかっていうところって、まあそんな大きな仕事って僕やったことないけど、契約云々とかってことしたことないけど、でも日々の仕事だってそういうことあるわけですよ。あ、やばい、ここちょっと集中しなきゃっていうこととかっていうこと。で、でも実際やっぱその今後どうしようって不安はあってっていう。でさ、
多分正社員の人だって今後一生安泰だなんてこと言えないっていう人だっているかもわかんない。それはみんな不安だってことあると思うんですよ。でも不安だけど日々は続いていくっていうとこっつうのはさ、やっぱうまいことやっぱこの映画って描けてんじゃねえかなって言って、さっき言った賞味ザマネーだとかっていうこととかさ、あとすごくネタバレになってくるんだけど、やっぱそのロットはジェリーだってロットから教わるし、ロットだってジェリーからいろいろ教わるわけですよね。で、あのやっぱそのすごく密な関係性を描きつつも、やっぱその世間へのアピールはこうなんだっていう、その世間みたいなことのそのあやふやさみたいなものをやっぱ作品にうまく落とし込んでるんじゃないかなと思います。あのロットは途中で試合のもう映画の終盤になってネタバレになっちゃうんですが、試合の終盤でダーンとすごいタックルを受けて気絶するんですよ、試合中に。で、そのもしかしたら意識戻んなくて死んだかもしんない。で、多分1分2分ぐらいずっともう目を伏せたまんまなわけで、もう周り心配しますよね。で、家族だって、そのロットの家族だってみんな心配するわけで、テレビで見てて。で、途中でロットがパッと目を覚ますんだよ。そうすると俺は目覚めたっていうようなアピールみたいなもんで、グラウンド中を駆け回るわけ、それで。そうすると観客がみんな、うわーっと拍手するんだよ、それ見て。ね、意識失った男か、死ぬかもしれないって言った男か、意識復活したっつって、あーすと、ロット喜ぶんだよな、それで。あー、俺は生きてる。ね、確かセリフなかったはず。それによってロットは世間の注目を浴びて、次の契約につながっていくんですよね。で、途中でね、ロットがね、飛行場でね、最初またひどいんだよな、ジェリーも最初。ロットだってすごくこう一人のクライアントでしかなかったっていうところでさ、すごく有望な選手いてっていうと、最初ロットのこと別にそんなに大事にしてないんだけど、途中で飛行場でさ、なんかスポーツ選手のインタビューみたいな番組があって、ロットがさ、なんでこの番組出るやつっていつも泣くんだろうなって言ってるわけ。インタビュアーにインタビューされていつも泣くんだよ。家族のサポートのおかげで今自分はこうしてできる。そうするとロットそのね、意識復活した後その番組出て、実際自分それ泣くんですよ、ロット。家族のサポートのおかげだし、そして何よりもジェリーに感謝を言いたいっていう風に言ってバーッと泣いて、そこでね、このキューバグッティングジュニアの役っていいんだよ、ロットって、バーッと泣いたらそのインタビュアーにハグするんだよね、いきなり。その喜びをそのダイレクトに伝えるわけ。とっても僕はこういう人好きだね。車に構えないで、俺はすごく今嬉しい。俺もそうありたいと思うもの。で、何がこの後映画の外部の話になりますがね、アカデミー賞スピーチってろくなもんじゃないでしょ。家族のサポートのおかげでうだこうだ。今のインタビューで感動した俺とか全然違うこと言うけども。わかったわかったっていうところでありますよね、紋切り型の。実際キューバグッティングジュニアはこれでアカデミー賞を取って本当にロットのように喜んだんですよね。やったー、俺アカデミー賞取ったーっていう風に喜んで、うわーって、まあ見てて周りも喜んだわけ。この年は確かイングリッシュペーシャントとかあって、助演女優賞を取ったジュリエット・ビノシュはローレン・バコールという女優さんがノミネートされた時に、私ローレン・バコールさんのファンです、どこにいますって言って、すごくおすぎなんか嫌いでね、ジュリエット・ビノシュが本当に嫌な女だっていう風に言ったようなこともあったんですけど、多分興奮して言っちゃったと思うんだけど、俺は嫌いなおすぎさんから見ると本当に、私は前からこの女嫌いだけどやっぱり嫌な女だってこれで認識したって、わざわざね、あの当時その BS2 でやってたあのアカデミー賞生中継でも文句言ってたし、その後テレビ太郎のコラムでもジュレット・ビノシュはこんなこと言ったってわざわざ書いてたぐらい、本当にこの人嫌いなんだなと思ったけどね。いや、でもまあそういう名シーンいろいろ思いつつね。いや、この映画、まあほぼネタバレ喋っちゃいましたが、まあおすすめですよ。やっぱね、このレビューやってていいなと思うのが、見終わった後91点だって言ったのが、喋ってると興奮して点数が上がっていくっていう、そういう現象起こるんですよ、このレビューってのは。いや、上がりゃいいでしょ、いい映画だったって、どんどん盛り上がりやさ。冷静じゃねえなんて、冷静さなんていらないなんて、全部喜びだけで構わないって思ったら、俺人生はいちいちうるせえとね。だからなんで、いちいち車に構える連中てめえこの野郎って話ですからね。で、なんでこれね、ほんと95点96点上げていい映画だと思ってますんで、まあ90点を超えれば実質まあ100点なんだっていうことを毎週言ってますが、まあ、ぜひぜひこれはそうね、僕その時15でつまんなかったって言ったら、多分人生経験が乏しかった。人生経験やだね、こんな言い方、なんか偉そうなやつみたいで。でもまあ
どの年代であれ多分いい映画はいい映画だっていうことを言えると思いますんでね、ちょっと皆さんこれ私の好きな言い方で、実に害のない映画ですから、人が死んだりしないですから、これはね、首ちょんぱとかってことないですから、ぜひそういったね、いい映画だというふうに思います。誰も傷つかない映画、まあ悪役みたいなのはいますけど、でもそれもいいんだね、なんか、というわけで、とても傑作だったと思ってます。はい、というわけで今日の1本目はもうジョニー大絶賛の、監督さんと脚本がキャメロン・クロウで、ちなみにキャメロン・クロウは他の映画も実に素晴らしい映画を撮ってますので、これ気になった方、多分この人は基本的にこういった映画たくさん撮ってますね。あ、僕はそうですね、やっぱバニラスカイとかエリザベスタウン、あの頃ペニーレイントっていうのもありますね。で、僕はエリザベスタウンまで全部見てますね、この人の映画。セイエニシングってね、ジョン・キューザックの映画、これも良かったね。覚えてない、一つ覚えてるのが、確か結構身分違いの声みたいにするんだよな、高校生の男の子が、ですごく好きになる女の子お嬢様でつって言って、確かそんな話だったような気がするんですけど、その彼女のうちのディナーに招かれた時に、友達があいつ緊張すると多弁症になるからなっていうわけ、すごく喋りすぎちゃうつんでね、なんか自分と通ずるものを感じたなと思ったんですけどね。ちなみに幸せの奇跡って2011年の映画以来撮ってないですね。そうっすか。私キャメロン・クロウのファンなんで、ぜひぜひ撮ってもらって、シングルスって映画もね、一つのアパート舞台にして、それのこう引きこもごも描いたいい映画でしたね。初体験リッチモンド・ハイツのはショーン・ペンの確かデビュー作だったかな、違ったかな、うちの大ちゃんが好きだったあの人、名前出ないね、名前出ない、ジェニファー・ジェイソン・リーが出てる映画でしたね。そう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 、まあとにかくエリザベス・タウントとか、あの人生に迷ってるそこのあなた、あのぜひぜひキャメロン・クラーの映画はね、おすすめですんで、見てみてください。あの頃ペニー・レイトってのはもう好きじゃなかったけど、まあまあとにかく、というわけで今日の1本目はザ・エージェント。